両陛下は午後1時過ぎ、新幹線で上田駅に到着し、出迎えた住民ら1000人以上に笑顔で手を振って応えられました。その後、訪問された信州大学では、1911年に繭を保管する倉庫として建てられた繊維学部の資料館で、日本の養蚕技術に関する古い資料をご覧になりました。皇后さまは、江戸時代にシーボルトが養蚕の技術書をフランスに持って行き、再び日本に持ち帰ったという説明を受けると、海を渡って帰ってきたのねとお話になりました。天皇陛下も、古いものをしっかり残されていますねと感想を述べられました。